芽が出て花咲いて、実ができたら種取れて、芽が出て花咲いて、子豚、たぬき、きつね、猫、子豚、たぬき。半分ずつ顔が変わります。ウインク、ベー、うーん、眠いなあ、あー、びっくりー、きゃ、あれ、にっこり。半分ずつ変わっていきます。こんな風に4つの絵が変わり続けるカードの仕組みの作り方を紹介します。型紙はコメントの URL をクリックしてください。白い紙でもできますが、裏表がわかる方が作りやすいでしょう。半分に折ったらさらに半分に折ります。輪になっている方だけを半分に折り返してください。この状態で広げてさらに半分に折ります。真ん中の線に合うように両側から折り目をつけます。折り目がついていますので、この部分です。この部分に切り込みを入れます。開くとこんな風になっています。輪になっている方からさらに切り込みを入れます。広げると H 型に切り込みが入っているのがわかります。切り込みのところで内側に折り目をつけておいてください。4箇所に糊をつけます。糊をつける場所はここです。切り込みを目印に糊をつけていってください。そして内側に折り曲げてしっかりと貼り付けます。持ち上げて折り目があるところで折り返します。失敗しやすいのは上側の紙だけ折ってしまうことです。必ず持ち上げて折り返すようにして折ってください。横にした時も同じです。持ち上げずに上の紙だけ折ってしまうと失敗してしまいます。必ず持ち上げてくるりと向こうに折り返すようにして折り癖をつけてください。ここが一番失敗しやすいところです。こんな風に十字型に出来上がりました。はじめと同じ大きさの紙を半分に切ります。それをさらに半分に切ります。こちらは後で使います。もう一枚は横長になるように半分に折ってください。それを半分に切ります。先ほどの仕組み、横に切り目が入っていますので、上側に糊をつけたら、横長い紙を貼り付けます。下側にも同じように貼り付けます。裏返したら今度は縦に切り目が入っていますので、最初に切ってあった紙を貼り付けていきます。これで上側だけ折らずに必ず持ち上げて折り返してください。持ち上げて折り返します。持ち上げてこんな形になるんですね。折り返します。これで仕組みの出来上がりです。番号を書いてみましょう。
1と書いてめくります。2で今度はこうめくります。3でめくります。4 4つの絵が次々に変わるカードの仕組みが出来上がりました。